はい、今フランクフルト郊外の三菱自動車の R&D センター、から三菱の最新ディーゼルを乗りながらレポートを送り出したいと思います。今ちょうどランサーの、まあ、いわゆるハッチバックですね。こっちではスポーツバックと言います。なんかこうアウディの呼び方と、まあ、同じというか、真似したというかですね、まあ、同じです。はい、それで今 1.8 リッターのディーゼルですね。これはすでにスタッチョでは、2010年3月のスイスジュネーブモーターショーで、ASX という日本の RVR、の車に乗せられた搭載された 1.8 のクリーンディーゼル 6MT で試乗してますから、基本的には同じエンジンなんですけど、まあヨーロッパ各国の税制の関係で出力を抑えた、85kW ですね。だから、まあ、馬力でいうと110馬力ぐらいのバージョンですね。トルクは 1.8 ですけども、300ニュートンです。で、これに、6MT が組み合わさってますね。まあ、後々皆さんにレポートしますけども、まあ、三菱はちょっと前までなかなか自前のいいディーゼルが、乗用車用のディーゼルがなくて、まあ、フォルクスワーゲンから、2リッターの TDI エンジンディーゼル、そしてプジョーから 2.2 リッターのプジョー製ディーゼルエンジンを供給を受けて、まあ、こちらでビジネスをしたわけですが、まあ今回自前で 1.8、2.2 リッター2つの最新ディーゼルを独自に開発したんですね。その結果、なんとまあ契約してたプジョーの 2.2 よりも、より静かでパワーとトルクの大きいエンジンができちゃったんですけど、まあ、契約は残っているので、どうしてもプジョー製 2.2 リッターと自前の 2.2 リッター最新バージョンですけど、2つのエンジンをアウトランダーに乗せているわけです。まあ、ですからちょうどディーゼルがヨーロッパで欲しいと言われた時に、まあ、すぐに自前では作れないので、ヨーロッパメーカーとお互いにこう補完し合ったわけですが、まあ、その一つの過渡期として、各社のディーゼルが入り乱れていると。しかしフォルクスワーゲンのディーゼルはもう契約は終わって2リッターの TDI はもう乗せていないそうです。もともとディーゼルって、究極のリンバーンですから、高圧縮リンバーンやってるので、まあ、全域ノックで走ってるようなもんなんですけど、特にこうディーゼルノックという激しいノッキングに旋回転以下で襲われる時があるんですね。でそういう時にエンジンが壊れちゃうので、コンピューターが自動的に演奏させるようなロジックを持ってたりします。確かスバルのエンジンも旋回転より下回ると演奏しちゃうんですね。アウディも確かそういうエンジンに出くわしたことはありますけども、低速を粘るからといってあんまり低く攻めてると勝手にパーンと演奏されちゃうんで、ロータリーに入って再び加速するときにちょっとあれっていうときもありましたけど、でもこの三菱のエンジン本当に旋回転を100回転ぐらい下回っても、粘り強く異常なこう振動を起こさずにですね、よく頑張ってますね。で出力的に見るともうメルセデスの 2.2 のディーゼルが500ニュートン近いので、ヨーロッパ系のディーゼルは、まあ、圧縮を高くとって、ノックス等を後処理で尿素などの後処理で処理する方法をとりますけれども、意外と日本メーカーは、まあ、出力重視よりもむしろ排ガス性能をきちっと、前処理でやっていこうという考え方がありますから、三菱のように14.9 という非常に低い圧縮比ですね。まあ、マツダのスカイ D が14という圧縮比をディーゼルで一応技術発表はしましたけども、まだ本格的に量産されて出てくるのは2年後の2012年ですから、そういう意味ではまあ当面2年間はこの三菱の 14.9 が世界で一番低い圧縮比ということになりますね。圧縮低いですから、いわゆる燃焼温度が下がっているのでノックスが抑えられると。あと始動時はどうしても
自己着火しますから温度が低いと困るので、まあ、そこはうまくマイベックのバルブタイミングを使って、排気ガスの熱をもう一度シリンダーの中に、還元させたりするような技術を、持っているんだと思います。本当に300ニュートン85キロワットですけど、1000回転から1500回転の間で使えるからもう6速入りっぱなしでもう40キロ以上は OK ですよね。アウトバーン走ってますけど、まあ ASX、RVR のヨーロッパバージョンの時もそうだったんだけど、こっちは本当にサスペンションいいですよね。乗り心地とこの高速の安定性のバランスがすごくいいですね。日本車はスピードが低いからなんかこう変にスポーティーを意識してハイグリップのタイヤ履いたりサス固めたり、こう実用的に車をこうハイスピードで運転してて、その乗り心地とのバランスを考えるってことはあまりやらないですよね。だから結果的に速度の低い日本車の方が、乗り心地が硬いみたいな状態に RVR はなっていましたね。ですからまあ多分これ日本でランサーって言ったらもうランサーはハイグッピじゃなきゃいけないんじゃないかみたいな言われがあって、そういう都市伝説に翻弄されてどうしても本来のサスペンションのセッティングも固めになっちゃうんじゃないかなと思います。これは今実用的にそうですね160、170ぐらいでクルージングしてるけど、本当にこの辺の安定性と乗り心地のバランスが見事ですよね。だからこのまんまの状態で日本で乗りたいなと思うんですけど、まあディーゼルはさておき、サスペンションもやっぱりヨーロッパ仕様がいいですね。でヨーロッパ仕様が速度無制限のアウトバンがあるから硬くてガチッとしてるんじゃなくて、むしろヨーロッパの方が乗り心地がいいっていうのが最近の日本車もそういう傾向にあります。日本車の方はこう過度に演出しすぎてしまって、まあ、本来のシャシー性能のいいところがあまり、実現されてないというのが気になるところですね。まあ、このエンジンの実力は、110馬力たったの110馬力ですけど、まあ、トルクは300ニュートンあるので、だいたい160巡航は3000回転ぐらいでそんなに辛くないですね。もう6速入れっぱなしで、ずっとこうクルージングができます。